マークスが逮捕時に乗っていたバス、ヘンリー・フォード・ミュージアムに展示されている。モンゴメリーバスボイコット事件は、1955年にアメリカ合衆国アラバマ州モンゴメリーで始まった人種差別への抗議運動である。事件の原因は、モンゴメリーの公共交通機関での人種隔離政策にあり、 公民権運動のきっかけの一つとなった。1955年12月1日、市営バスに乗車したローザ・パークスは黒人優先席に座っていた。運転手のジェイムズ・ブレイクが後から乗車した白人のために席を空けるように指示、したが、パークスはこれに従わなかった。ブレイクは警察に通報し、パークスは運転手の座席指定に従わなかったという理由で逮捕された。 ローザの逮捕を知った社会運動家のエドガー・ニクソンはジョージア州アトランタからモンゴメリーの教会に移ったばかりの若きボクシュマーティン・ルーサー・キング・ジュニアらにバス乗車ボイコット運動の組織化を持ちかけた。キングボクシ師ラが路線バスへの乗車ボイコットを呼びかけると多くの市民がこれに応じた。特にバス利用者の 約4分の3を占めていた黒人が一斉に利用しなくなったことにより、市のバス事業は経済的に大きな打撃を被った。1956年11月13日、連邦最高裁判所は地方裁判所の判決を指示する形で、モンゴメリーの人種隔離政策に対して意見判決を下した。そして運動は1956年12月20日に、 公式に終了した。ピート・シーガーは、後に、この運動に関して、バスの後部座席でと題した曲を発表した。ありがとうございます。